私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私は今日友達の桔梗と一緒に遊ぶ予定だったんだけど、ある事件が起きたんだ。それは私が近くのスーパーに買い物に行って家に帰ろうとしていた時だった。ちょっと嘘でしょ。こんな朝早くからどうしたの？どうしたのじゃないわよ。あなた未成年のお子さんに車運転させるなんて何考えてるの？何の話？私の娘は17歳なんだよ。車の運転なんかするはずないじゃん。だから私もさすがに目を疑ったよ。なんであなたじゃなくて娘さんが運転してるのよ。だから娘が運転するなんてことありえないって。さっきまでスーパーにいたでしょ。私も同じスーパーにいたの。娘と私結構背格好が似てるから見間違えたんじゃないの？紛れもなくあなたのお子さんだった。しかも気づいてるのかどうか知らないけど、私の車の隣に止めてたよね。そうだったんだ。知らなかった。私の車に思いっきりこすってるんだけど。ふーんなこともあるんだね。犯人は私じゃないけど同情しちゃう。そりゃ犯人はあなたじゃなくて娘さんだからね。私がスーパーから出てちょうどあなたたちの車が出ていくところを見てたの。盛大にこすって音も鳴ってたの。気づいてないはずがない。朝で寝ぼけてたんじゃない？車の傷もきっと前からあったのよ。あのさ、優しく言ってあげてるけど、こすってる程度じゃないんだよね。サイドミラーが思いっきり外れちゃってる。これじゃ運転できないじゃない。運転歴何年よ。サイドミラーが壊れたくらいならできるでしょ。危ないに決まってるじゃない。あなたの車を確認させて。私の車とぶつかった証拠が絶対にあるはずだから。無理無理、私今日忙しいから。車を見せるとしても1ヶ月後とかになるかな。証拠隠滅のためにしっかり修理しようとしてるじゃん。どうしてくれるのよ。勘違いしてるってば。娘に運転なんかさせてないし、私たちはなるみさんの車にぶつけてない。言いがかりはやめてよ。ちょっと待って、私この後用事があるからまた後で連絡する。連絡しなくて結構結構結構コケコッコーなんちゃってね。は？感じ悪いわね。とにかく逃げ切れると思わないでね。なるみと桔梗のライン。桔梗、ちょっといいかな。なるみお姉さま、どうされました？今日は私と一緒にお出かけの予定ですが、もしかして体調が悪いとかですか？なるみお姉さまやご家族の方が体調悪いというのであれば、私は別の日でも大丈夫です。実はそうじゃなくてさ、車をぶつけられちゃってちょっと壊れちゃったんだよね。この状態で走らせるわけにもいかなくてさ。事故ですか？大丈夫ですか？どこか体が痛いところなどありませんか？ありがとう。私が車に乗っている時じゃないからそれは大丈夫。そうですか。まずはなるみお姉さまが無事でよかったです。ですがもしかして相手の方が逃げたとかですか？実はそうなんだよね。ママ友が犯人、いやママ友の娘さんが犯人だってことは分かってるんだけど、そのママさんが絶対に認めなくてさ。だから集合時間をちょっと遅らせるとかできるかな？それはもちろんです。もし今日が厳しいってなったらすぐに連絡するね。本当にごめんね。なるみお姉さまは何も悪くないので謝らないでください。私の方でも少し調べてみます。え？なので心配しないでください。なるみお姉さま、よくわからないけど、とにかく何かあったらすぐに連絡するね。また後で。なるみと美和子のライン。娘さんと直接話をさせて。無理だって。だって娘は犯人じゃないし。直接が無理って言うなら今 LINE 越しでもいいから、今どんな風に考えているのか娘さんの口から聞かせてよ。じゃあちょっとの間娘と LINE 交換するね。よろしく。こんにちは、愛子です。私が車をぶつけたって本気で言ってるんですか？私17歳なんですけど。17歳って車の運転できないこと知らないんですか？普通に考えて私が車運転するなんてありえないんですけど。そう思ってるから連絡したの。17歳は車の運転できないってこと分かってるんだよね。それなのにどうして今日車の運転をしていたの？私車の運転なんてできませんよ。自転車でやっとなんですから。とぼけないで。私はあなたが運転しているところを見た。今日運転していたのはお母さんですよ。私はお母さんの隣、つまり助手席に乗っていたんです。
だから運転するなんてことありえないんですよ。なるみさんってもしかして目が悪いです？ほら、なんて言いますっけ？あ、老眼だ！それで見間違えたんだと思うんですけど。さすがに見間違えるはずないよね。17歳のお子さんと30代後半の女性。いくら私の目が悪かったとしても見間違えるはずがない。だけどそんなこと言われても私本当に運転してないんです。じゃあもしお母さんが運転していたとして、スーパーを出るときに何も違和感はなかった？あれだけサイドミラーが曲がってるってことは結構な音がしてたはずなんだけど。私たち車の中では音楽ガンガン鳴らしてるんですよね。だから音が鳴っても聞こえないかも。お力になれずすみません。なるほどね。お母さんが必死にかばってくれているのかと思ったけど、あなたもそういうスタンスなんだ。何のことかわかんないですけど、目が悪いなら眼科に行った方がいいですよ。お目目が悪いです。お目目が落とし取っちゃいましたって。それで老眼鏡とか、あ、でも老眼鏡ってどこで買うのかな？メガネ屋さんかな？よくわかんないけど、老眼早く治るといいですね。親子揃ってこいつらは。話し合いは終わったみたいね。これでわかったでしょ？私たち親子は無実だって。血は争えないなってことが分かっただけなんだけど、私は何もしてないの。これは本当、嘘なんかついてない。そうでしょうね。あなたじゃなくて娘さん愛子ちゃんがぶつけたんだから。まだそんなこと言ってるの？証拠もないくせに。あなたの車を見せてくれればすぐに解決する問題なんだけど。無理だって最初に言ったでしょ。正直に謝って修理費を出してくれるだけでいいの。あとは旦那さんにも相談をさせてもらうけど。旦那に相談って何を？未成年の愛子さんが車を運転してたこと、今日たまたまなのかいつもやってるのか知らないけど、普通に危ないから。危ないだけじゃなくて、あなたたちがやっていることは。憶測で話さないでよ。私の娘はそんなことしてない。すごく可愛くていい子で成績優秀なのよ。あ、わかった。そんな私の娘に嫉妬してそんなことを言ってるのね。やることが小物臭いっていうか、なんていうか。私たち忙しいから、これ以上変な LINE で時間を使わせないで。なるみお姉様、少しだけお時間いいですか？どうしたの、桔梗？どちら様ですか？今日、なるみお姉様と遊ぶ予定を立てていたものです。あなたが車をぶつけた。いや、あなたの娘さんが車をぶつけたようで、遊ぶ予定がなくなりそうなんです。なるみさん、確定情報じゃないのに他人に喋ったの？こうやってありもしない噂が流れていくんだ。最悪。私何もしてないのに、なんで私が悪者扱い？なので、その証拠の提出に来ました。はい？あなたの娘さんは車を運転していないという話にお間違いないですか？当たり前でしょ？未成年なんだから。そしてなるみお姉様の車に今日車をぶつけた、それはあなたたちの車ではないという認識でよろしいでしょうか？そうよ、私はぶつけてなんかいないわ。もちろん娘もね。どこまでもしらを切るつもりね。私は事実を伝えただけ。そうですか。未成年の娘が運転して事故を起こすなんてありえるはずないでしょ。老眼のなるみさんが見間違えただけよ。目が腐ってんのはどっちだ、アホ親子かよ。え？あ、すみません、口が悪くなってしまいました。この映像を見てください。これすごいね。何？どこの映像？これって最初に送ったのがスーパーの駐車場の監視カメラの映像です。そして2枚目がドライブレコーダーの映像ですね。美和子さんの車の。おかしいじゃない。もしかしてすごい技術を持ってる人？はい。全部コラ画像なんでしょ？スーパーの監視カメラの映像とか普通見せてもらえないでしょ。しかもドライブレコーダーの映像だって第三者であるあんたが見れるはずない。そこはちょっとちょいっと。そこのちょいが気になるんだけどね。映像を見てもらったらわかる通り、愛子さんが運転していますよね。そして車をぶつけていますよね。なるみお姉様の車に。あれ？どうして娘さんの名前知ってるの？私教えてなかったよね。ちょっと調べました。この短時間で？さすがだね。こんな映像信じないから。作り物、全部作り物よ。
私はあなたたちと面識がありません。作るにしても、あなたたちの顔も知らないのに、どうやって作るというんですか？それは、ほら、なるみさんが何かしたんでしょ？私は何もしてないよ。それに、やっぱり車思いっきりぶつけてるじゃん。しかも娘さんが運転してるし。だからこんな事実はないってば、全部作り物。身の潔白を証明したいなら、今すぐ車を見せて。傷がない綺麗な車だったら信じるから。それは証拠も揃ったことだし、旦那さんに報告するね。待って、ごめんなさい。認めます、謝ります。だから旦那には言わないでください。未成年が運転しているのに保護者の人に黙っているなんてことはできません。保護者は私よ。でもその保護者であるあなたが娘さんの罪をかばってたじゃない。それどころか私のことを老眼扱いして。ごめんなさい、すみませんでした、謝ります。だからお願いします、旦那には言わないでください。ああ、なるほど。一度旦那さんにバレてこっぴどく叱られているみたいですね。でもあの時はその敷地内だったから。それでも自動車学校とか通ってないんだよね。普通に危なすぎる。でも娘とても運転が上手なの。だから私が隣でしっかりと補助役していれば問題ないし。そんな勝手なことが通用するわけないでしょ。独自のルールで問題ないと言われても。とにかく謝りますから、旦那には言わないでください。じゃあ修理費を払ってくれるんだよね。それは無理です。は？旦那に事情を説明しないってなると、私が出せるお金も限られてるの。私は自分の車の修理費用もあるし、なるみさんお金持ちでしょ。自分で修理してくれないかな。何ふざけたこと言ってんの。そもそも事故を起こした時に警察を呼ばずに逃げ出してる時点でアウトなんだけど。しかもその罪を認めず、なるみお姉様のせいにまでしておいて。だからそのことについてはさっき謝ったじゃない。そういう態度なんだ。もういいよ、旦那さんにはすでに連絡したから。はあ？あなたが罪を認めずにいろいろと言い訳している時に LINE した。まだ返事が返ってきてないけど、多分そのうち既読つくと思う。今すぐ送信取り消しして。やめてよ、私が怒られる。怒られる親子ともども。それだけのことをしたんですから当然です。旦那にチクるって言うなら私許さないよ。なるみさんの車何度もぶつけて修理費を1円も払わないから。それが嫌なら今回の修理費を自分で。ああ、私知らない。何が？それじゃ、ちょっとまだ話の途中よ。それに何を知らないって。何？ねえってば。ゆりとひまわりと桔梗と美和子のライン。これ以上なるみさんの時間奪わないでください。呼ばれてないのに、じゃじゃじゃ。テンション低くないですか？そりゃあね。なるみさんと仲がいいママ友の二人、なんでわざわざ LINE してきたの？お久しぶりです、お二人とも。最近はお久しぶりというほどでもない気がしますね。もう日本に住むんですよね？はい、その予定です。なるみお姉様の家の前、なるみお姉様の家の前、なるみお姉様の家の前に引っ越すことになったので、いろいろと準備が忙しくて。楽しそうでいいですね。お仕事が忙しくならないといいですけど。できるだけ家には帰りたいので、仕事は必要最低限にします。いいえ、あなたはたまにしか家に帰ってこられません。だってとても優秀な人材なので、仕事が忙しくなりますからね。始まった始まった、やだよこのバチバチした雰囲気。ちょっとみんな顔見知りなの？先にまずはこのゴミ虫からですね。ゴミ？そうですね、なるみお姉様の車をぶつけ自分たちは悪くないという最低な人間ですから。私は謝った。確かに車をぶつけたことは申し訳ないと思うけど、修理費用なんて払う必要なくない？だってなるみさん私よりもたくさん稼いでるじゃん。そういう問題ではありません。車をぶつけたのであればあなたが修理費を払うべきです。しかもまだ免許も取っていない未成年の人が運転していたなんて。もう絶対に運転させないって誓うから。だからお願い、みんなでなるみさんを説得して。私お金ないの。私はなるみさんのことが大好きなんです。そんな私があなたの味方になると思いますか？私もなるみさんが大好きですし、この流れであなたの味方をする人はいないと思いますよ。
なるみお姉様と私の時間を奪おうとしたあなたは絶対に許しません。だから謝ったでしょ。謝れば何でも解決すると思っているんですか。あなたの頭は何歳で止まっているのでしょうか。私はなるみさんに迷惑をかけた人を絶対に許しません。そしてあなたの娘さんのことも絶対に。ゆりの調べからは逃れられないと思ってください。ゆりはなるみさんのことが好きすぎるあまり、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視してます。なのでもちろんあなたたちがやってきたことは全部バレているんです。それって娘に運転させてたことがバレてるってこと？先ほど私が提出した資料は一部だけです。何度か娘さんに車運転させていますよね。そのことは旦那さんに報告しますから。待ってよ。それだけではありません。あなたの娘さん、学校で好き勝手しているようですね。え？まるで女王様のようにクラスで威張り散らかし、いろんなことをしているとか、あなたが甘やかしてきた結果ですよ。私の娘はいい子よ。そんなことするはずない。家でいい子でも、学校でいいことは限りませんからね。学校で何をやっているのか、そのまとめた資料も旦那様にお渡ししています。娘はいい子よ。悪いことなんてしない。今実際に免許持ってないのに運転していることは悪いことじゃないんですか。それはちょっとした遊びじゃない。事故さえ起こさなければいいのよ。事故が起きた時にはもう手遅れだということがなぜわからないんでしょうか。あ、やば、警察に止められた。因果応報ですね。無免許運転は50万円以下の罰金ですよ。これで旦那様に隠すことはできなくなりましたね。やばい、どうしよう、やばいやばいやばい。本当にやばいのはここからだというのに。それじゃあ私は娘さんの方をもらいます。あら、今日は譲ってくださるのですね。ありがとうございます。今日だけですからね。それでも十分嬉しいです。ありがとうございます。譲るって何の話？どっちが拷問するか、いや、どっちがお仕置きするかの話です。お仕置きをして真っ当な人間に戻すために、いろんな施設に送り込むみたいな感じですね。今拷問って言ったよね。何のことですか。せっかくこの二人が穏便に話を済ませてくれているので、それで終わりましょう。どこが穏便なのよ。全然穏便じゃな。ああ、警察の人に連れて行かれましたね。今回はなるみお姉様の車を傷つけてしまったので、車を使っていろんな人体実験をしようと思います。私はまだ未成年ということなので、情をかけてあげましょう。未成年用の裏の施設に送り込み、いい子になったら解放してあげます。いい子になれば、ですけど。この場合どっちも助かったとは言えないな。でも私は二人がバチバチしてないなら何でもいい。実は今日この後私も一緒に遊ぶことになったので。はい。楽しみましょうね、ひまわりも。え、私も？おとなしいと思っていたらそういうことですか。久しぶりに会えるの楽しみにしてます。私は楽しみじゃないかも。その後美和子さんは警察に捕まり、その後旦那さんが迎えに来たらしい。もちろん罰金を払うことになった。私の車の修理費も旦那さんが出してくれて、なんとか綺麗に戻ったよ。甘やかし放題の美和子さんが娘さんに何度も運転させていたことや、そんな育て方の影響で娘さんが学校で好き勝手していたこと、それらすべてを知り離婚することにしたみたい。美和子さんは裏の施設に行って車を使ったいろんな実験をしてるみたい。例えばエアバッグなしで事故ったらどうなるのかとか。車で30キロ、50キロ、60キロで衝突したら体の骨はどうなってしまうのとか。そういう実験を毎日繰り返しているらしい。娘さんの愛子ちゃんは未成年用の裏の施設で社会貢献活動をしたり、悪いことをすると他のクラスメートに告発されてきつい体育指導を課されたり。そんな強制施設に連れて行かれたらしい。いい子になって帰ってきてくれるといいんだけど。まあ美和子さんは帰ってくることはないだろうね。今日はひまわりがなんだか少しだけ上機嫌でいいことでもあったのかな。みんなが仲良くしていると私も嬉しいな。ねえ、気になるよ、ゆりの秘密。秘密？
ちょっと前の話で言ってたじゃん。何か秘密があるんでしょ。どうしても知りたいんですか。知りたい。そうですね。もしどうしても早く知りたいというのであれば、メンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの。特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい。どうしても早く見たいのであれば、先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ、私というものがありながらこの浮気者。しゃあ、ふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか、裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ、気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたら、ぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ユリの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。